まあ、来年の6月のワールドカップに向けて、まあ、ギアを上げていくというような位置づけの合宿になると思うので、やはり下の世代からも選手が来たように、やっぱりチーム内の競争っていうのはより厳しくなると思うので、そのあたりはやっぱり自分自身のアピールっていうところと、やっぱりチームとして結果を出すっていうところがすごく大事になるなと思うので、やっぱりそこで自分ができることを精一杯やりたいなと思っています。まあ、2年半ぐらい積み上げてきたものがあるので、とその積み上げてきたものをさらにこう精度を高めるっていうところに来ているのかなっていうふうに思います。まあ、自分自身、個人で突破するっていうところはこう今までなかなかなかったんですけど、と仲間を使いながらも自分で突破するっていうところを、こう成長したところを見せれるようなプレーをしていきたいなっていうふうに思います。